はい、今日は、3月8日、はい、8日です、深海久しぶりですね。ドリスターだね。お久しぶりでこのアングルでございます。いつぶりでしょうか。いつぶりだろうね。もう何ヶ月もやってない気がする。6年ぶりか。なるほどね。いや久々でございます。ということで今日は、このねバッグはいつもの通り、テラメルさんでございますね。テラメルイタリアですね今日は。はい、新規エゴですね。新規取りやすい、まあ、それとあと新しいヴィンテージと色々とあるということでございますので、さあ何が出るかな。ちなみに久しぶりすぎるね。今週はちなみに、今日明後日進化がありますので、はい、バッチリやっていただきたいと思います。それでは行ってきます。イタリアピエモンテです、はい、マッテオコレジアさんの作る、ロエロロッソ2018でお値段2800円です。はい、行きましたね。行きました。2018年僕たちが行ってヴィンテージですね、これはね。ベリーの香りにちょっとやっぱり梅干しみたいな香りというか。そうだね。キュッとした感じ。もうやっぱりこう果実味の中にもちゃんとギュッとした酸味があるっていうのがやっぱ素晴らしいし、うん、なんか飲めば飲むほどね、やっぱりあの時行ったマッテオコレジアのお兄ちゃんのね笑顔はねこう浮かんでるね。ちょ待てよみたいな。はい、どうもありがとうございます。いいあの顔に待ってよって言われたらちょっと待ちますね。はい、待ちますね。すいません。でもやっぱり素晴らしいワインでございます。ロエロロッソ、ロエロロッソ、ね、はい、ネピオロですね。はい、ブドウはあネピオロです、ね、ネピオロ素晴らしい、うん、なんかこのね果実味のしっかりしているところもありつつのこの華やかさ、すごいですね。若いんだけどちゃんとピシッとくるこのねビオロ、いいですね。はい、じゃあソムリンポイントをお願いします。ソムリンポイント3点7点はどうでしょう。いいですね、すると思います。かなりよろしいと思います。お値段が2800円だ、はい、うん、いいですね。非常にお得でございます。ネピオロを楽しむなら、そうだね、ネピオロって基本的に高いブドウの品種です、うん、で今回ね実はねネピオロ3連続できます。でやっぱりその中でもコスパのいいネピオロを飲んでいただくと、はい、どれだけいいものかっていうのは分かってもらえると思います。ぜひやってみてください。うっ、イタリアピエモンテですね。オッテーロさんの作るバローロクラシコですね。2016年、はい、6500円、安いっす、はい、安いっす、むっちゃうまいこれ。あの、ね、香りに重さがあります。これやっぱうまいわ。かなり良い、うん、ドライフラワーというかドライフルーツ系の香り、うん、僕がちょっといろいろねワインを選ばせていただいている某ウンタラリゾートのうんたら長門っていうところがありまして、そこにですね、美味しい、はい、これ入れさせてもらってます。ずっとデーロのこれです。おずっとずっとです。もうヴィンテージはもちろんちょっとちょいちょい変わったりとかするけど、いやもうこれ飲んだ瞬間にやっぱり選んでよかったなと思っちゃう。いやそうですね、さすが、うん、もうソムリーなんで浦川さんのおかげで美味しい用品が飲めますね。そちらに行った方は、ちょっと、ね、一回ね泊まりに行こうかなと思ってんだよね。でも長門は山口県だからね、いつ行くんだよと思っちゃう。遠いですね、うん、遠すぎるんだよね。でも佐賀にはちょいちょい帰ってるくせに長山口県はもっと、うん、なんかさすがにね山口に行く機会がない。食べながらフグか、確かにバーロン、なんでなんでなんで、ちょっと待って、あ、ね、分かんなかった。バロールだからバーロンって言ったのかな。はい、なるほど。そうだけです。あれも校長先生で鳥取なんだけどな。そっか、うん、なんか中国地方だけどちょっと違うところで行ってんなと思ったんだけど、なるほど、はい、ありがとうございます。とにかく美味しいです、ね、何やってた。とにかく美味しい、とにかく美味しい、はい、ありがとうございます。ついついね、有名になっちゃった。はい、はい、ではソムリンポイントお願いいたします。うん、ソムリンポイント、おお、うん、そうだね、よかった、うん、僕はね、あげるためにこう手を出そうとしていたところでしたので、よかったです。5.5でいいですね。いくらだっけ。6500円です。安い、
きましたね。最高ですこれは。ぜひね、ロックス、まあ、この値段帯だったら多分ナンバーワンぐらいにうまいと思いますので、ぜひバロロやってみてください。イタリアピエモンテですね。つくりさん、オッテーロさんが作る、バローロビーニャリオンダ、2007年、マグナムです。あ、クラシックです。リオンダクラシック、2007年マグナム。わー、うまっ。これうめえわ。うわ、なんかこう深海に来たっていう実感がなんか久々に思っちゃうね。これなんかどうやらバローロの中でもビーニャリオンダという畑はなんか一番偉大な畑と言われているらしいです。素晴らしいですね。これはね、間違いなくてうまいもの。これまま今まあ07年でこれマグナムですけど、まあ、いい感じに飲める。そんな感じ。噛めますね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 。フードみたいに入れてありますね、これは。うん、素晴らしいです。美味しい。これは美味しい。本当に美味しいと思います。ついつい、ね、飲んじゃダメだよと思っちゃうぐらいにうまい、うん、素晴らしい。熟成感がちょうどいいですね、うん、今ほんと飲み頃みたいなおっしゃったイメージです。トムリンポイント行きましょうか。じゃあ早速トムリンポイント何なんて果実チョコレートみたいなフレーバーも最高です。実はね 7.3 っていうふうに言ったんですけど、はい、ちょっと僕が、ね、4に上げました。美味しいですね。うまいもんね、はい、これは本当に、うん、こう飲んでもらう熟成がどんどん今から、ね、もっと美味しくなってくるんだろうなっていうふうにもありますし、そのまあやっぱりマグナムっていうね、やっぱりうまさといいますか、マグナムって5万円5万円ですね。でも通常のボトルって3万円らしいので、はい、今の現行ヴィンテージの同じ銘柄で通常サイズだと3万円台で、マグナムなんで倍入ってます。なんで普通だったら6万円になりところは5万円。これはぜひね、飲んで買いですね、はい、うん、ぜひね、やっぱり、ね、人数多かったりとかするとぜひこれをね飲んでいただいて、抜栓はそうですね、2日前に抜栓してもらって、はい、でこう主催者の人はですね、これ、ね、飲んで少しだけ飲んで、あ、こんな味かと思いつつ、うん、でそれでまた2日間ほど冷蔵庫に寝かせといて、すごくワインが美味しく開きますので、いいですねそれは、ね、これはね主催者の特権でございます、はい、ぜひそれでやってみてください。おいっす。お疲れ様でございました。なんか久々の深海がまたテラメールからスタートっていうのは嬉しいですね。なんか自分たちのなんかいつも通りのなんか基準ができちゃうってことで、いやできます。素晴らしい。50周ほどなりました ね、 ね、やっぱり飲んでてやっぱり今回ちょっとやっぱり、ね、出したいなっていうのはやっぱりバロバロになっちゃった。はい、なっちゃった。新宿もあったんですけど、そうだね、どうしても僕も立ってもらってました。そう、やっぱり、ね、違うヴィンテージだったりとかするのもありますので、やっぱり、ね、ついついね出したいなと思うのを出してしまいましたけど、懐かしいマテオコレージアね、マテオコレージア、やっぱり18年ね、ロエロなんかね、もうちょっとしていったらどんどんね落ち着いてきて、もっと美味しくなってくるんだろうなと、そういう風なイメージもありますので、ぜひね試していただければと思いますし、オデロのクラシックですね、バローロの、はい、あれはねマジコスパがいいので6500円で、あの味ないバローロでクラシックついちゃったんですね。オデロすげえなと、本当にすごいなと、そういう風に思ってしまう、そんなワインでございますので、ぜひお試しいただければと思います。ということで今日は終わりです。ありがとうございました。また明日です。また明日、明日がアクセラハサとキーダの2つですね。あ、楽しみでございます。頑張りたいと思います。うちですか、じゃあ閉めちゃって久々だね。久々ですね。久々だ、バキバキ気分ですね。はい、ということでありがとうございました。